バレエ音楽は、バレエの伴奏を目的として作曲された音楽。もともとバレエのために作曲されたものだが、バレエ以外のダンスの伴奏になることや、それ自体が音楽作品として演奏会で演奏されることもある。バレエの不随音楽は、専用の音楽を作曲家が作曲する場合と、既存の音楽を編曲するなりして、バレエとして用いる場合がある。現在でも、 校舎の形式での上演は多く、時として録音音源をもとに上演を行うことさえあるが、作曲家が一つのバレエ専用に作曲した音楽をオーケストラ伴奏によって演奏する形式のバレエは、音楽目的を兼ねた鑑賞としても人気が高い。既存の楽曲をバレエ用に転用、またはオリジナルが、ピアノ曲の場合はオーケストラに編曲して使用することもあるが、 ごく一部の楽曲は現在でも一定の支持を得ている、など。またグランドオペラと呼ばれるパリを中心としたオペラ上演の形態は途中にバレエを挟むことが慣例とされ、その間は歌唱を伴わない器楽曲が演奏され、それをもとにバレエの上演が行われた。こうした楽曲が現在では独立してレパートリーとなっているものもある。また一部の作曲家は パリでのオペラ上演に際して、グランドオペラの形態に書き直しを求められ、過去の自作を転用したり、改めてバレエの部分の見新たな楽曲を作曲することもあった。バレエ音楽は原則として、歌唱を伴わず、バレエダンサーが歌うことは、まずない。ミヨーは、バレエ音楽において、ダンサーに、簡単な歌を歌うことを求めたが、本番になってダンサーは歌を歌わず、 トラブルになったことがある。また、後ろで歌唱賞などが歌手を伴って歌うこともない。しかし現代におけるオペラの演出として、本来バレエ音楽として意図されていない場面で舞台に、バレエを取り入れながら歌手が歌うことは稀にあり得る。また、オペレッタは、バレエ場面が挿入されるのはもとより、全体に舞踏場面が多いため、特に地方歌劇場で、オペレッタ上演の多いドイツ圏では、 合唱団員などに踊りの基礎が要求されることが多く、ダグマール・コロラーラ・バレリーナから転じた歌詞も存在する。ラベルのバレエ作品、ダフニスとクロエは、歌詞を伴わない母音のボカリーズ合唱が取り入れられている。バルトークの中国の不思議な役人にもパントマイムではあるが、ボカリーズの合唱がある。その他、18世紀のフランスで流行した途中に、 音筋とは関係のないバレエを挟む、オペラバレエと呼ばれる歌劇がある。19世紀には、主流がロシアに移った、など。19世紀後半まで、バレエ音楽は、音楽家にとってそれほど重要なジャンルとはみなされて、おらず、芸術家の仕事ではなくどちらかというと、職人の仕事だとみなされていた。ベートーベンの、プロメテウスの創造物は、 近年までその序曲の実が音楽史のレパートリーとして残り他のバレエ不随音楽は長いこと忘れ去られてきた。ただし近年では全曲の復活上演も行われている。アダンの1841年の作品ジゼルが近代バレエ音楽の幕開けと言われる。一部をブルグミュラーなど他の作曲家が保湿してかさ増ししているものの一定の動機を劇全体に用いた音楽として 現在でも音楽単体でも演奏される。19世紀後半のチャイコフスキーの三大バレエは現代でも最も人気のある作品群となっている。20世紀初頭のパリではディアギレフが率いニジンスキーを主役としたバレエルスが近代音楽の幕開けの一端を担った。彼らはフランス人及びフランスで活躍する。 作曲家に次々と新作バレエ音楽を移植した。代表的なものは次の通りであり、近代を音楽の傑作と言える。など。しかし、これらをしのいで特に音楽史に決定的な影響を与えたのは、ストラビンスキーの三大バレエと呼ばれる作品群であり、特に春の祭典は、その初演が大混乱に陥ったことで有名である。バレエ組曲は、 バレエ音楽の中から作曲者が主要曲を抜粋し、場合によっては多少の手を加えて演奏会用の組曲として編集したものである。一つの作品からいくつかの組曲を作る場合は、第一組曲、第二組曲などとする。例えば、生都市順に並べている。ありがとうございます。